今日なんですが、はい、やつが来ているらしい。ほう、やつが、はい、輝く男を本作の勇者で演じるのはこの方だ。妻夫木聡です。原作 あのミュージアムの頃から好きなキャラクターで、まさか自分がこの役をやらせていただけるとは思っていなかったので、まあ、その大友監督ともいろいろ話してはいたんですが、その原作通りやるというよりも、なんか映画だからこそできる帰ろうとこう目指せればっていうところでいっぱい遊ばせていただきました。小栗さんはね、座ってるだけでかっこいいんですよ。なんかね、目線の動き一つ一つをやっぱこだわってるんで、その目線の動きや手の先の動きまでが洗練されてるんで、やっぱりそこら辺が全部かっこいいなと思いました。周りにも気を使えるし、お芝居も絶対的に安定していて、 NG なんてほとんど出さないですし、やっぱりなんかこういう人の背中を見てちゃんとしっかり育たなきゃなって思えるぐらい大きい存在でした。あ、そうですね。でもやっぱり撮影してる最中はとてもしんどかったです。しんどかった、はい、追い詰められていく役なので、途中でちょっと監禁されるようなシーンがあったりするので、自分も監禁してくれっていう話をして、ちょっと監禁生活を送ってました。全員がどこにどうやってっていう疑問を今すぐ思ったと思うんですが、宙吊りになってるところがあるんですけど、11階ですよ。切れたりしたらね、落ちちゃって、もし何かあったらダメかもしれないのに、でもこれは多分大友監督のなんか試練なのかなと思って耐えてたんですけど、まあ監督が有罪ということでいいですかね。